西鴨橋西鴨橋は、京都市北区の鴨川に架かる船岡東通りの橋で、ある。西鴨橋の欄干デザイン地図、鴨川通学橋と味園の橋の間に位置する。1991年に仮設され、橋町は78メートル、有効福院は15メートル。川の中に2つの橋脚がある。東高1車線。 西行に車線の車道及びその外側に歩道が設けられている。船形万刀楼で有名な西鴨千山など、周辺の自然景観との調和を図るために、曲線美にこだわった欄火にを廃止、かつ橋全体を青灰色の抑えた色で構成させた。五岸は階段状に作られ、簡単に川へ降りることができる。対岸へ歩いて渡れる飛び石も、 橋直下の南北にそれぞれ設けられ、浸水性が図られている。仮設により、橋を渡って、京都市営バス西も車庫前の停留場を利用できるようになり、鴨川砂岩住民に対する交通の便が飛躍的に向上した。毎年8月には、西鴨橋の五岸河川時期で、北区民の夏祭り、触れ合い金魚取り大会、茎野学区民のイベント、 茎の祭りが開催される西鴨橋のある、ヒイラギア周辺は、長らく田園地域であった。高度経済成長期を経て、宅地造成が進み、人口も増加。しかし、シクロ橋とみその橋の間、1675メートルに、渡って、車両の通行できる橋がなく、この地域の鴨川砂岩から、市内中心地へ向かうためのみその橋に渋滞が常時。 発生し、バイパス機能を備えた、新しい橋の仮設が期待されていた。ありがとうございます。